では高台選手のインタビューに行きたいと思います。高台選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いつからマルパに通っていますか？今年の、はい、夏休みぐらいです。このぐらいからですね。でマルパのコーチと仲良くなったりしました？はい。お、じゃあマルパのコーチは優しいですか、それとも厳しいですか？厳しい。厳しいですか。あ、一番思い出があるコーチとかありますか？はい、あの鎌本コーチから、はい、おー、そうですね。じゃあ学校の休みの日はどんなことをして過ごしていますか？はい、大会とかが、はい、大会か練習がないときは一人で、ね、はい、パパと練習したり、大会があるときは、はい、大会がある時は大会。お、見てですね。お、すごいですね。じゃあ最後にお父さんお母さんへ感謝の一言をどうぞ。ママはサッカーでいろいろなビデオを撮ってくれてありがとうございます、はい、でそれはパパがそのビデオを見て、はい、ここはどういうふうにした方がいいとか言ってくれるのでありがとうございます。すごい感謝してる。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。